自分らしく素敵な毎日を送るため、あなたの女子ライフをサポートします。今日の女子ワードはこちら、中高生妊娠相談。今回は福田病院社会福祉士、日高恵里さんです。若者の望まない妊娠、現在の相談状況はどうですか？コロナ禍で増えたっていうふうに巷では言われてるんですけど、特別コロナ禍だから増えたというわけではなく、一定数の相談はずっと継続してあっていて、やはり相談内容も様々で、SNS を通して の相談っていうのもすごく増えてきてるかなっていうふうに思ってます。少しずつでも相談しやすくなったっていうのはあるんじゃないのかなっていうふうには思ってます。特徴的なところっていうと、高校生に限らずやっぱ中学生からの相談も増えてきていて、小学生もゼロではないかなっていう傾向にあるかなと思います。あとは心理的なことでのご相談とかも少しずつ合ってるかなっていうふうに思いますので、状況によっては心理師につないだりとかもしています。中高生妊娠相談専用窓口の必要性は感じていますか？中高生自身だけじゃなく、やっぱり学校からの相談っていうのもたまにあったりしますし、学校の先生から勧められて、とにかくなんか福田病院に行ってみたら、相談してみたらって勧められたからっていうようなことで、相談の中のお話で聞いたりもします。中高生まだ成長段階にあって、体も未熟な状態にあるので、妊娠をしていたということになった場合、すごく心身ともに体だけじゃなく心の負担も大きいと思うので、その状態を長く引きずるよりも早く相談をしてくれれば、産む産まないの選択ももちろんできるし、実は妊娠してなかったっていうこともあり得たりするので、悩んでるな不安だなと思ったら早めに相談していただくと、早めに解決できることもあるんじゃないかなと思ってます。あなたを守りたいと思う人はたくさんいます。妊娠や不安なことは産婦人科にいつでもご相談ください。3月8日は国際女性デー。福田病院では中高生を対象に女性の健康をテーマにしたイベントを開催します。詳しくは福田病院ホームページをご覧ください。自分の体を知って素敵な女子ライフを。